皆さんこんにちは、ドクター秋吉です。今回は未成年の整形に関する動画です。最近ですね、美容整形を受ける方の低年齢化が進んでおり、ニュースになることも多くなってきたので、それに関する動画をお伝えしていきます。今回の動画では、未成年の方が整形を受けることは大丈夫なのか、また安心して受けていい整形施術、受けるのは良くない整形施術に関して詳しくお話していきたいと思いますので、ぜひ最後までご覧になってチャンネル登録をよろしくお願いいたします。実際ですね、どのようなニュースが出ているかといいますと、早ければ小学校低学年から、中には6歳からも二重整形とかそういった美容手術を受ける方がいらっしゃるというニュースになってまして、最近その低年齢化が進む原因としては、コロナによるですね、臨時休校とか、あとはマスク着用によるダウンタイムの取りやすさとか、在宅時間が増えたことによって親子でのコミュニケーションが増えたこと、同級生にからかわれたりとか、あとはもう小学生から皆さんスマートフォンを持つようになったので、SNS が発達して、その SNS の中でからかわれちゃったりとか、そういったことで整形を決意する方の低年齢化が進んでいると言われています。そもそもですね、もう日本で未成年が美容整形を受けることが可能なのかといいますと、親権者のですね、同意書があれば未成年でも可能です。実際働いている僕の感覚としてはですね、確かに美容整形に行く未成年の方増えてると思いますね。もちろん時期によりますけど、やっぱり学校の長期休みですね、夏休み、冬休み、あとは3月とかですね、そういった時期っていうのは本当に未成年の方増えてて、実際ですね、中学生とかで二重の眉毛をしたいって方もたくさんいらっしゃってますね。で、実際にですね、未成年の方から多い相談としては、やっぱり二重整形とほくろ除去が多いんですね。当院でもですね、二重整形っていうのはもう小学校卒業時の春休みから、大体12歳ぐらいから OK にしてるんですけど、眼球の大きさっていうのはもうその時からあんまり変わらないですね。で、まぶたの構造っていうのも12歳ぐらいからもうあんまり変わらないので、眉毛をすることっていうのは何ら問題ないと思います。あとはほくろ除去に関しては、若いうちにやったからといって特に問題ないですけども、ただやっぱ子供っていうのは結構部活動とかね、クラブ活動で結構日焼けするタイミングも多いと思うので、しっかりですね、アフターケアをして後残らないように日差しをカットできるんであれば、ほくろ除去もやって問題ないとは思います。ではですね、じゃあ未成年がやらない方がいいリスクのある整形と、やっぱりですね、異物を入れるような美容整形っていうのは体の成長に伴って異物は変化しないのでですね、歪みが出てくることがありますから危険ですね。例えば鼻プロテーゼだったりとか、あとはバック包丁で使うシリコンバッグとかですね、そういったものっていうのは未成年のうちに入れるっていうのはリスク高いと思いますね。未成年のうちに入れても大丈夫なのってのは、やっぱりヒアルロン酸とかリトリフトとか、そういったですね、異物ではあるけども溶けてだんだん馴染んでなくなっていくもの、そういったものっていうのは未成年のうちから入れていただいても何の問題もないとは思います。じゃあ逆にですね、未成年特に若いうちから美容整形を受けるメリットは何かと言いますと、やっぱりですね、今日が皆さんにとって人生で一番若い日なんですよね。一日でも早く美容整形をした方が、その一日あたりの金額、日割りにした場合最も安くなるのは今日なんですよ。なので早くやればやるほど美容整形ってのはお買い得なんですね。例えば小学生とか中学生早いうちにやってしまうと、その後の高校生活、大学生活っていう、青春の楽しい時期ですよね。その時にできるだけコンプレックスがなくてですね、悩みもない自信を持ったお顔で過ごせるので、幸福度っていうのは高まることは間違いないとは思います。ですが、なぜニュースになるかということを考えると、やっぱり社会問題としてですね、見た目外見にとらわれてしまって、それがいじめになっちゃったりとか、コンプレックスでですね、不登校拒否になっちゃったりとか、そういったことを考えると、若いうちに整形をすることによって生まれつきの顔だと認められないんじゃないかっていう自己肯定感の低下につながったりとか、美容整形にも依存症的にハマってしまったりとか、子供は気にしてないのに勝手に親がですね、自分のエゴで子供に整形を受けさせることによって親子関係の悪化とか、そういったものにつながりかねないので、低年齢の美容整形っていうのが広まる風潮っていうのは僕は良くないと思ってますね。じゃあどうするのがいいのかと言いますと、例えば鼻筋とかね、顎とか、そういう骨格っていうのは成長過程で十分変わりえますし、バストサイズとか、あと脂肪のつき方っていうのも年齢だと全然変わってくるんですね。なのでそういったものっていうのは、現状例えば中学生とか高校生とかで判断せずに、もう少し大人になってからね、自分でお金が払えるようになるまで待ってみるってのもいいと思うんですね。逆に例えば二重とかはですね、最近もう中学生からアイプチアイテープ使う方多いと思うんですよね。アイプチアイテープをずっと使ってると、やっぱりまぶたかぶれてきちゃったりとか、そのせいでですね、将来的な自分の美容とかまぶたに影響があることを考えると、早いうちから埋没法ぐらいはやるっていうのはいいと思うんですね。埋没法ってのは糸を抜け元に戻るので、戻らない整形ではないので、ずっとアイプチアイテープやって毎朝毎朝ですね、時間を使って学業に影響出たりとか、あとは友達とのお泊まりとかプールとかそういったものを楽しめないぐらいやったら、埋没法ぐらいはやるのは僕は全然いいと思います。あまり大掛かりなものとか、先ほど言ったような異物を入れるような整形っていうのは、大人になるまで待った方がいいんじゃないかと思いますね。またですね、今年の4月1日から法改正によって成人が18歳に引き下げられます。しかし今と同じように飲酒や喫煙というのは20歳からなんですね。つまりこれはその肉体的には2歳大人が早まるわけではないという判断なので、18歳になったからといって美容整形を2年間前倒しにしてやっていいよってものではないので、そこは勘違いしない方がいいと思いますね。悪徳な美容外科では18歳とかのね、まだまだ何も知らない子をですね、言葉巧みにそのかして高額な施術のローンを組ましたりとか、
でもそれも大人なので自分の判断ですよねって言ってですね、やってくるところも多いとは思うんですけど、20歳と18歳というのはあくまでやっぱ体ってのは2年分の成長の差がありますから、さっき言ったようなリスクの高い整形とか異物を入れるような整形っていうのは20歳になるので待った方がいいんじゃないかと思います。当院ではですね、未成年の方もたくさんご来院していただいておりますし、未成年の方の施術もたくさん行っているんですけども、本当にその方がですね、どうしてもその施術を受けたいのか、でその施術を受けることによるメリットは何なのか、デメリットは何なのか、リスクは本当にそんな高くないのかっていうのをですね、詳しく説明させていただいた上 でお客様をちゃんと納得していただいた上で受けていただくようにしております。もし未成年の方でも美容整形の施術を考えの方はぜひ一度ご相談ください。今回の動画が良かった方はぜひチャンネル登録、グッドボタン、インスタグラムアカウントのフォローをよろしくお願いいたします。またコメント欄で動画への感想や質問もお待ちしております。それではまた次の動画でお会いしましょう。さようなら。